長岡市などは、2年連続中止となっていた長岡まつり大花火大会について、今年は通常通り開催する方針を固めたことが分かりました。毎年8月2日、3日に開かれる長岡まつり大花火大会。例年だと100万人を超える観客が訪れますが、新型コロナウイルスの影響で2年連続で中止となっていました。関係者によると、ワクチン接種が進んだことや他のイベントの状況などから、今年は通常通りの開催が可能だと判断したということです。観客席での飲酒を控えるよう呼びかけるなど、感染対策を徹底した上で行われます。花火の開催は今日午後の会見で正式に発表される見通しです。